肋骨とかちょうどよかったかね。ここ柔らかく、乳首じゃないですよ、真ん中ね乳首も含めてですけども、ここを柔らかく。胸ってどうですか、男の人なんか胸といえば胸のトレーニングやってます言ったら、まあ大体胸筋ですよね。胸筋の筋トレ、胸筋筋トレしてる人この中でで、まあしなあかんもね競技としてやってはりますけれどもね。胸筋胸のトレーニングって言ったら、まあみんなそんな発想ですが、胸を柔らかくするっていうね、めちゃくちゃ重要です。だって胸の中には何がありますか。そう、魂ですよね。違います。何がありますか。Heart。Heart。そう、心臓とか、はい。まあ呼吸器系、循環器系でありますね。生きるために絶対必要なものがあって、まあ呼吸の中枢でしょ。呼吸は深くないといけませんよ。そこを柔らかくする。まあ縦腰体操全部が柔らかくする方法なんですけれども、今日はよりここが柔らかくなる縦腰体操のやり方、まあ、ここからブルームもちょっとした工夫とかちょっと奥さん体操とかね、そういうさらなる工夫を加えることでここが柔らかくなります。まあ胸が柔らかい人っていうのはスポーツのアスリートとかね、見てみても、なるほど柔らかいってこういうことかと自分を開発していくと分かってきたり、しますんで見ていくといいですね。胸骨とこう肋骨なんですけどね、骨でいうと胸骨と肋骨ね、ここが柔らかかったアスリートって誰と思います。マイケル・ジョーダン。そうなんです、冗談抜きに。本当にあの人はここがもうね、あの人ってすごいとこいっぱいあるんですよ。すごくないとこないんです。ベロまですごいから、あの人ね、すごくないとこないんだけど、また皆さんにその写真を紹介しますけど、何気なくこうディフェンスした時のここのへこみ方とかね、通常の人間じゃありえないへこみ方をしてます。多分ジョーダンとしては何も意識せずやってると思うんですよ。あれはジョーダンとしては当たり前と思うんですけども、すごいんです。今後はね、動いてるのはね、だから開発しながら動き見ると分かると思いますね。野球で言うと今の大谷選手は、まあ、結果値で今のところ柔らかいですね。今後どうなるか分かりませんけれど、松坂投手もね、引退ねされましたけれども、高校時代とかプロ入ってきた時とかはすごく柔らかかったですよね。そういう選手、あとはいろんな分野見てみてください。バイオリニストとかね、指揮者とかね、柔らかい方いて、あ、動いてるとか楽しいよね、見れたら、お、今胸骨使ったん、チューンチューン、もしかして使ってんじゃーんって言えるわけですよ。もしかしてだけどって言えるわけですね。はい、これ古いな古いのしか出ないんですよ。体を僕たち完璧に作り上げていくんじゃないんですよ。体はそもそも完璧なんです。体の設計にはミスがあったっていうね、言う人がいました昔。決してそんなこと、ミスがあったら今頃死んでますって。中見てみてくださいよ。解剖で今いろんな見れますよね、アプリでも見れますよね。あんな風に巡らされてるんですよ。これがミスと思います、ね、完璧に作られてるんですね。だからそもそも体は完璧なんですよ。パーフェクトなんですよ。赤ちゃんの時完璧だった。そっからあれから40年、ね、まだ40年も来てない人もいますけど、どん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 こう崩れてくるだけなんですよね。だからそもそも完璧やとに帰っていくっていう形ですね。それがフィジカルコードでいうとゼロにしていくということとイコールになってくるわけですよ。だからそもそも完璧ですよってことです。真ん中に胸骨という骨があります。触ってみてください。胸骨、胸骨が真ん中にあって肋骨がこう生えとるという状態です。でここ分かるかな、ちょっと色変わってますね、うん、木村君ね。これ別におしっこで黄ばんでるわけじゃないんです。おしっこで黄ばんでるわけじゃございません。これはここまでは軟骨ですよと、胸六軟骨という軟骨で出来上がってて、ここから色が白いところからは硬骨といいます、いわゆる普通の骨になってますよ。なんでこの辺りは柔らかく動かないといけないところなわけですよ。ここもう胸骨がしなるとかさ、考えたこともないじゃない。背骨はしなるはさ、なんとなくこう積み重なったものが、ここってしなるんですか。しなります。上からこう順番にこうこうやってんじゃないよ、肩動かす。そう、ここから来るんやってごらん。今やった方すごい開くしね、全然違うでしょ。両方でこんなことやってみたら、もうこっちだけやった方だけすごい開くのが分かる。ここから開く感じ分かりますになるんですよ。こんな楽しい体操で、ちょっと上品ですけどね、だいぶね。これだと普通のちょっと奥さん、なんか軽い感じしませんでした。腕とかしたでしょ。当たり前です。動いている箇所がそれ違うからなんです。だって動いてる箇所、ここはこっから鎖骨、肩甲骨、上腕骨っていうここでしょ。上肢が大体動いてくるわけですよね。肋骨が動いてきますよね。だからちょっとしっとりねっとりした動きになるわけですよ。で胸骨っていう部分が含まれると、肋骨プラス胸骨やん か胸骨の裏側は何がある。そう、脊椎ですよね。脊椎までこれ実は運動してきてます。動いている箇所パーツが増えるので重みが出るんですね。これ野球のピッチングでいうと重みがしっかり乗るわけです。たまにね、重いサンというストレートの速球が投げれたりするわけです。今の時代免疫力、免疫力ってよく言われますけどもね、やっとそうやっていろいろ言われるようになりましたね。昔からは言う
言ってきてるんですけど、僕たちはこの裏側には胸腺という免疫を司る組織がございます。ちょうど肋骨の 1,2,3 番目の高さにある胸骨の真裏でございますが、ここって柔らかく動かさない、一番動かないとこなんですよね。ここ運動させるとか考えたことある？ないよね。ここ運動不足やわ感じないと思うんですけど、感じるようになってほしいわけですよ。今日を境に感じるようになるよ。あ、やだわ、運動不足だわちょうどここのセンター付近にあるエリアが一番硬くなる。こっから腕動きたいわけですよ。さりげなくで結構ですので、腕を後ろでこう踏んでみてください。違うでしょ、感覚。こっからだから仙骨こすりやったら、やった側だけ仙骨こすりやすいはずです。ここから腕がばっと開くから、ここから腕開くようになると、普通仙骨こすりもね、仙骨こすりだけでほんまは何時間やらなあかんねんってぐらいあるんですよ。仙骨こすり養成講座ってやらなあかんぐらいのほんまはあれだけで極意なんですよ。仙骨こすり一番ダメなパターンがね、背中寄っちゃうんですよ。でここの下部肋骨こう開いちゃう。こうしないと腕が後ろ来ないんですね。背中を寄せないと来ないんですよ。ところがこっから腕動き出すと、その必要はなくなる。肩甲骨をこう寄せなくても腕が後ろに行くようになるんです。ここから開くとね、だからすぐに腕回しやすいですね。だからこの動作、結体動作って言いますね。結体な動作って言っちゃいますよ結体、帯を結ぶ動作とか、ブラジャー付け外し、こう行きやすくなります。いわゆるこの動作ね、結体動作とか、こういうのが行きやすくなります。まあ、やった方が行くでしょ、簡単に行くでしょ。ここ柔らかいかどうかが根本なんです。肩甲骨の動きを柔らかくしたり、重要ですよ、もちろん必要ですよ。でもここ根元ですからね。さあ気持ち悪いね、こっちどうですか。なんかそんなんで生きてたんですよ今まで。気づいてました？どっちが好き？こっちね。どっちが快適？こっちですね。反対は反対、快か不快かどうか。ほら、じゃあ不快やったってことやで。やのに皆さんニコニコ生きてるんですよ普通そんな不快やったらもうってなってもおかしくない。良くなって初めて不快やったことに気づけますからね。どんどんそれが皆さんのメンタルとか精神面に気づいてへんけど反映してるよってことです。なんかイライラするな、イライラすることがあったからやと思ってますけども、体の影響めっちゃ受けてるのこれで分かったでしょ。ほんまに不思議でしょ。特にこの、まあ、指先とかもそうだし、手首、肘とかね、肘とか指先、手首、それからまあ肩もそうですけども、この末端ですよね。末端に何か症状出る人多いですね。これは根本をたどっていくと中心が使えてないっていうのが根本原因なんですよね。良くなってきたでしょ。おめでとうございます肘回し、ほら回してみて、えらこっから回りません、真ん中から。で別に腰をあんまり腰反らなくても後ろに回りやすいですよね。だから腰痛になる人、腰痛くなる人もここ硬い人多いです、うん、胸のつっかえが取れるとかいう言葉もありますが、非常につっかえが取れますんでね、人と打ち解け合ったりできるようになりやすいし、コミュニケーションですね、取りやすくなります。なんか言いにくかったことも言えるようになります。胸筋を開くって言いますよね。胸筋で胸の筋肉ちゃうよ。胸筋を開くってことがありますよね。ここ閉じてるんですよね、まあ、自分を出せないとかいうことですよね、まあ、出せないのはいろいろなことがあるから、それは別にそれ自体は悪くないわけですよ。言いたくないこともあるもんね、もちろんね。どん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 開かれていくわけですよ。僕がそうでした。僕は喋らなかったんですよ。喋らない男だったんですよ。今戻ったらどうなってしまうと思う、みんなそれがこうなってしまったと。何が起きたんですかと。ここがね、もうめちゃくちゃやらかく、僕ここめちゃくちゃ開発しましたからね。山にこもってわざわざ野球やってたし、ピッチング動作とかなんかやってみて、いろいろ投げる動作とかバンザイ腕振りとかね、投げやすいでしょ。ほらいいよ、いいでしょ、やばいでしょ。大谷翔平ってね、メジャー行ったでしょ。メジャー行ってゴツくなったよね、明らかにね。ゴツくなったけど失敗しなかったね。心配してちょっと見てましたけど、よかったです。うまいことトレーニング今のところはですよ、来てます。メジャー行ってゴツくして、何が進化したかってね、彼ここが開発されたんですよ。行くまではここはまだこの辺からしか動いてなかったんです。まだ肩に力みがあったんですね。だけどメジャー行ってゴツくなったけど、ここから開発できるようになったんで、使えるようになったんで、今さらに急速が上がってますね。ゴツくなったけど、ここから使えないくなると、あんなに活躍ができないですね。でより肩甲骨も使えるようになったんですよ。金田正一投手ね、もうお亡くなりになってますけど、あの人はもうここで投げてた人です、この辺ひょろひょろやろ、ここから腕動いてますからね。ここから腕扉のように開くようになってきます。だってさっと動いてるでしょ、動き始めた、動き始めた、マイレボリューションこうやって動いてませんか皆さん。動いてるでしょ。自分に歌ってあげて、せーの、動き始めたテンション低い
いてるでしょ、うん、ってなったら腕振りしててもこっから動くってことはどういうことですか。こんなとこから動いてんねんで、こんな骨から動いてるんですよ。ってことはその外にある大胸筋っていう筋肉は弛緩してないとおかしいですね。動くってことはね、止める筋肉ですからね。ここが弛緩してくるんです。大胸筋がだんだん開発して動く状態にして歩いたり鼻くそほじったりいろいろする日常をやるわけ。皿洗いしたりトイレ掃除したりあるいは野球のピッチングしたりとかやってるとどんどん開発が進むんですね。身体開発の面白いところっていうのはこうやって体操をして開発していく、開発されるよね。でそれがまず1個ですよ。でそこの状態で動く体状態になって日常動作をいろいろやっていくんですね。お風呂かき混ぜるのなんかもうこれから楽しくてしょうがないで全ての動作、皿洗いする時なんかもね、ここに手入りやすくなる胸が、これが胸の抜きですわ。ここの邪魔するものが消える、消えるからここに入ってくる。皿洗い、僕ね皿洗いなんかもう大好きでね、もうできるようになりますよ。トイレ掃除も上手くなるしね。そうすると胸骨、上部、中部、下部という分けて、くぼませられたりへこませれるようになります。中部だけへこませたりとかね、上部へこまして中部それほどへこまさないとかね、上部と下部をへこまして中部はちょっとだけ置いといて最後中部へこますとかね、いろいろできるようになる。でさりげなくこう腕組むっていう動作がここの抜きで腕組むのと抜いてない人が組む全然違う違うでしょ。これはなんかちょっと偉そうな感じなんです。だけどここ抜いてやると別に偉そうじゃないんですよね。ね、偉そうじゃないですよ。エロそうには見えるかもしれないけど、ね、偉そうじゃないですよね。ここ抜けるとこうやったらね、威圧感が出る。抜けた状態で抜けたらこう来ちゃうんですよね。全然ちゃいますね、見た目。そう、今日からみんなもうここの認識できちゃったから家帰る時ですよ、ね、絶対ここの動きに行くよね、電車乗ってる前の人がなんか化粧道具出すとかさ、その時あ全然動いてないとかねふわこっからやとか見えるようになるんで、でなんかスポーツやってそうな人やな、なんかちょっとこう携帯カバンから出してこうやる、あちょっと動いてる、すっげえこのちょっとすげえ開発されてるとか見え、感動できるようになるんですよ。そうなったらもう暇がないよね。パクって、おこの人そこそこやな、あ全然この人動いてないな、あわかんない、うわ結構動いてるこの人、わで、あ降りるの忘れたってなるそれでスポーツ見るでしょ、うわ動いてるっていつも動いてる選手やのに、あれなんかちょっと今日硬いんちゃうって、よくないです。その野球のピッチャーでもね、大谷翔平でも波はありますよね、あ今日ちょっと硬いかなって見えるようになるから。もちろんこの体操知らないわけだからここまでは分かってないから、ここのね、重要性、これ開発したら野球のピッチャーなんてもっともっと続けられるんですよね。肩を痛めるの多いもんね、野球のピッチャーね、できるようになってほしいですよね。さあ、これで開発されてここから来るんです。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。